こんにちは。トロピカルガーデンです。今日はいつもの年と違います。また来ちゃいました、はい、鋼さんのね、次は秋にでもっていう社交辞令を真に受けてまた遊びに来ちゃいました。まずね、ハウスを探索させてもらって、はい、その後ね、また前回みたいに行きましょう。はい、じゃあ今日はどんな感じでしょうか、はい、まあまあなんかあるくらいで、何を聞こうと思ったんだっけ。そうだ、まず一つ目に、はい、コブのついてるエケベリア、はい、で、はい、突然コブがこう消えて、はい、また突然出てきたりするんですけど、はいはいはい、それって普通なんですか。普通といえば普通ですね。もう収録してるんですかこれ。はい、これ今取り上げてます。それはまあ国際的にはバンプって言うんですね、はい、コブ、はい、バンプで、なんとかかんとかのバンプっていうことで表現するんですけど、基本的に数少ない固定されたバンプっていうのがありまして、まあ、ご存知でしょうけど、レインドロップスとか、はい、あとは名前たくさんあってあれなんで覚えられないんですけど、要するに西洋の人、西洋っていう言い方は不利な、欧米の人たち、あ、これもフリーでいいから日本以外のエケベリア そのコレクターたちが大きいのが好き でそのバンプがついてるその葉っぱ の, その
模様とか、あとはこう形が面白いっていうので、そのバンプの好きな人たちがたくさんいるんですよね。でその中にはやっぱりその固定された、常にそのコブが出る、エケベリアもあります。ですけど最近、東洋の人たちが好きなこう小さめのエケベリア、これにあのコブが入るっていうのは、まあ、最近やっと出始めて、少し前からドドリーとか、まあ、うちにもありますけど、やっぱり不定期なんですよね、コブの出るタイミングっていうのは。でそれみんな研究してるんですけど、どういう栽培をしたらそのコブが出るのかっていうのがいまいちその解明されないっていうか、つまり肥料をやったら方がいいのか悪いのか、季節柄その何ですかね、秋になるって紅葉し始めるとコブも出るのか、そういうデータを取ってる人がいないんですね、つまりまだ。ですからうちにも例えばこれコブ見えます、コブ、うん、すごい綺麗。これシムランスのバンプなんですけど、はい、これこっちにないですよね、うーん、これでこのずっと下の方の、あ、もう葉っぱ、これ葉っぱが一回転しちゃってるから下がないんですけど、この時期にコブが出るんです。すごく綺麗に、はい、それがまただんだん消えていって、ま、この時期になるとまた出てくる、そうです。だから一年中これが出ればレインドロップスみたいに常にコブがこうあるものができるんですけど、ドドリーもそうですね、この時期少し今出てきましたけど、ね、ドドリーはちっちゃいですけども、これとかここにコブが見えます、見えますね、あ、はいはいはい、ね、はいはい、こういうふうに、これも不定期なんです。これハルビンゲリー、ハルビンゲリーのラパスのコブなんですけど、今ハルビンゲリーはヒアリナになってしまって、うん、ハルビンゲリーはあの格下のシノニム、別名になってしまってますけど、こういうのがあのジーンいくつかできてるんですけど、まあ今言ったようにその、うん、まだそう研究されてないので、どうやったらコブが出るとか、というところまでまだ到達してないんですね、はい。その辺がまあちょっと答えとしてはちょっと、寂しい答えなんですけど、それぐらいしかちょっと今分かっていません。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あとは、まあ、初心者さん向けにで、まあ、なんていうんですかね、地域によって違うと思うんですけど、寒い時の対策というかで、まあね、温度全然違うんでね、何とも言えないと思うんですけど、うん、はいはい、水のあげ方とか、例えば、はい、まあ、春に向けて一番やっておいた方がいい冬の管理っていうか、うん、はい、ありましたら。分かりました、はい。まあ、日本はあのご存知のようにその北海道から沖縄まで縦長なので、うん、すごく温度差があるんですね、うん、でこれを見てるその人たちがどこに住んでるかって全然違うので非常に答えにくいあのものなんですけど、まあアベレージで言うと、まあ関東地方っていうことでみんな本なんかには書くんですけど、それって北海道の人を見たら全然参考にならない。ですからまああのできればあの表現する人たちは、本に書く人たちは何度ぐらいになったらこうした方がいいよっていう、全体の人たちが見て分かる、北海道でも沖縄の人でも分かるような表現をしてやると一番いいと思うんですけど、それについても何度になったらどうのこうのっていうのも非常にまあ難しいって言えば難しいんですけど、簡単に言うと植物もエケベリアもまああの大半は水なんですよね。人間もそうですけど大半水なので、その冷夏になるとすごく危ないっていうか、うん、そこをどうしのぐかっていう、凍った時にその一瞬凍ってもあのまた再生するという植物がいっぱいあります。動物の中でもあの凍っても一瞬だったらまたこの細胞が再生して元に戻るっていうのがあるんですけど、その時間が長いと人間の指も
凍傷っていうんですか、うん、ダメ、もう戻らなくなっちゃうんですね。だから植物も一瞬の寒さだとそれ回避できるんですけど、うん、毎日毎日その寒さにこう当たるとだん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 弱っちゃうっていうのが当然あると思うので、そのマイナスになった時マイナスをどういうふうに回避するか、それが一つ の, その温度的な問題で、うん、あの温室の中に入れるとか、家の中にしまうとかというので温度は、あの回避できると思うんですよね。だけれども一応植物 の中にはこの体液っていうのが、あの樹液っていうのがあって、この中はその単水分ですけども、あの濃い水分なので、あの0度では凍らない性質を持っています。まあ、あのお酒なんかもそうですけど、はい、0度では凍らないんだけどマイナス2度ぐらいで凍っちゃうとか、だって濃ければ濃くほど凍らないわけです。これは科学的にそうなんですよね。だから樹液を濃くしてやれば凍らないので、まあ冬はなるべく水やりをしないようにして、そして凍らないようにその準備をする。これがまあ一番適切な答えだと思うんですけど、すごい、水をじゃあやらないっていうのはそういうのも理由の一つなんですね。そうです。で中には植物によってはその水をやって根から水を吸い上げて、それを活力にしてこう葉っぱまで水を吸い上げて、で葉っぱからまたその水を蒸発させて気孔っていうのがあって、そうやってこうその循環の中で生活している植物はいっぱいあるんですけど、この多肉植物っていうのはその気孔がほとんどない植物で、一回吸い上げた水は外に出さない。つまりブドウとか果物なんかそうですけど、あれそんなにあれがどん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 蒸発してたらブドウなんかできないじゃないですか。あれはあのコーティングされてて水が出ないようになってるんですね。だこれもすごく近い構造になってて、一回吸い上げた水は外に出さないようになってるんです。自分の中で使うように。ですからそんなに水をやらなくてもですね大丈夫なように、ここからは蒸発しないので。だから時々あの間違って、まあ、花屋さんなんかで特にそういう間違いを言う花屋さんの店員さんがいて困るんですけど、たまにスプレーをしてやれば大丈夫だよって、はいはい、これ吸えないんですよね、スプレーしてやっても、はい、気孔がないので、でちゃんとまあここから吸い上げなきゃ、根から吸い上げなきゃいけないので、ですから水やりするときはちゃんと根に水をやらなきゃいけない。で冬はその回数を減らして樹液を濃くしてやって、その葉っぱの水分を濃くしてやって、凍傷から免れるという、それがまあ一番の解決方法ですね。ですから一滴も水やらなくても冬中死ぬことはないです。ただ下葉が枯れますけど、それはそれでまあ自然だと思えば許せることかなというふうに思います。すごい分かりやすい、はい、ありがとうございます。納得がいくね、納得がいく、いろいろとやってきたことね、あとまだあるから、あと、あのザラゴお酒でこう今の時期からちょっと前から今ぐらいの時期に中がこうギルバのバラとか、ギルバのバラとか、うん、特に中だけこうピュッて飛び出ちゃうんですけど、はいはい、それってどうしたら飛び出ないように育てられる飛び出るのは一つはその性質、ギルバー系は先端があのこう早く成長するっていう性質を持ってるので、まあ、それは誰しも避けられない そうなんですね、そういう性質を持ってるものは仕方ないということですね。大丈夫なんですね、はい、毎年こう中だけ飛び出て形がかっこ悪くなっちゃって、はい、うん、でまたこうまた戻るんですよね、はい、そうですそうです。じゃあ大丈夫、そういう性質を持っている、はい、あのイケベリアの仲間ということで考えていただければ、ね、はい、分かりました、はい、はいはい、あともう一つすいません、はい、土の肥料とかって必要ですか、はい、ですね、はい、これはですねその人の好みというかですね、うん、その人がどういう形でこう形を作ってですね自分のコレクションの植物を
どのように作るかっていうことに尽きると思うんですけど、まあ早くもう、うん、うちもすごく少ないお客さんですけど、でかくするのが好きな人、うん、何しろもうどうやったら大きくなるかっていう、外国には多いんですけど、はい、あのつまり外でできるんで、はいはいはい、ロックガーデンとかっていうのはこうちっちゃいミニマなんかを植え何百本植えてもキリがないぐらいロックガーデンなんか広いじゃないですか、はい、っていうことはもう一つのエケベリアのロゼットが30センチとか40センチのこう植えて楽しむ人が多いわけですね、カリフォルニアなんか、はい、そうするとまあ大きくした方が見栄えがあるので、売る方も大きくして売るという感じで、その人の好みで、うちは要するにベランダ園芸だから小さくていいのよっていう人は肥料はもう少なくして作る、逆に肥料が全くない土でやることの、はいはい、まあ、全くないってことはないんですか、うん、あのそうですね、あのこれは土の話に戻りますけど、はい、いろんな土がありますよね、世界中地球上には、はい、でこのエケベリアが生えている、まあ、メキシコ の, その土壌は科学的にどうなのかっていうのを考えた時に、石灰岩質なので、まあまあ、大体その石灰岩質だから pH は少しアルカリ性に転んでるのかなと、ですからあんまりあの酸性度は好きではないっていうのはもう科学的に分かるんですけど、それでもこのエケベリアのですね、その順応力の強さ、順応する、つまりその世界のどんな 土に、世界中でこれは栽培されてますから、その土地土地でメキシコから土を輸入してる人は誰もいないわけですよね。そのヨーロッパはヨーロッパの土で育てられるというその順応性を持っているので、どんな土でもいいと思います、私は。それだけあの順応性がある、はい、あの日本であの気化植物みたいになっているなんですか、七福神なんていうのは本当に畑の土でも庭の隅の土でもドブの川底のあのヘドロでも OK ですから、何でも育っちゃうんですね、あれすごいよね、ですからあまりその土にそのうるさく言う人たまにいるんですけど、凝ってる人で、うん、あのメキシコから、余談ですけどメキシコからお金持ちの人が土を輸入した人もいる、あれ土輸入するってすごく難しいんですけど、そうですよね、それで植えたけどうまくいかなかったと、別にだから土だけの問題ではないということを一つ、それとエケベリアは順応性がさっきから言ってるように強いので、どんな土でも大丈夫です。ですからなんか最近ちょっと耳にしたんですけど、あの鹿沼土だけでいいよって、うん、育っちゃうよって、そういうなんかこう、ネットでそういう話を、うん、が流れてるっていうのを聞くんですけど、当然鹿沼土は酸性土なんで本当は良くないんですけど、でもそういう、強いやつは鹿沼土強いと、あのなんていうんですかね、うん、あの繁殖力のあるやつはもうそれで鹿沼土で私はいけると思うんですけど、でもちゃんとよく作るにはやっぱあのちゃんとその pH 酸性度と、中和した土を使った方がそれはそれはいいと思いますけど、はい、ですからあの肥料も土の中に必ず肥料入っているので、肥料を追加の肥料ってありますよね、追肥とか、あとはマグアンプ系みたいに、化成肥料を使う人とか、うん、いろいろいると思うんですけど、あんまり肥料はいらないで、化成肥料なんかは残っちゃいますよね、吸わないんで、うん、土の中に、だからあエケベリアはその肥料はいらないんだなというふうに解釈して、それともう一つはその大きくする必要がないければそんなにその肥料を肥料肥料って考えなくてもいいということですね、うん、ですから市販の、お花の土とかプランターの土を、あれは肥料たくさん入ってるので、他の材料赤玉とかをいっぱい入れて薄めて、使えば安全だと思うし、
肥料が多いとそのストレスがかからないので紅葉しないんです。うん、つまり紅葉っていうのはストレスなんで、肥料がない時のストレスとかで紅葉するんですね。あと寒さもそうだし、そういうあのストレスをかけてやれば紅葉します。ですから綺麗な葉っぱの色をきれいにしたかったらあまり肥料は入れない方がいいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと長くなっちゃった。すごい分かりやすくてためになります。ためになりました。あとある大丈夫か、頭が真っ白になっちゃった。あんまりね時間取らしちゃうと申し訳ないので、はい、いやもうすごくいいお話が聞けて、はい、そうですか、すいません、ありがとうございます。また勉強になりました。また勉強になりました。ありがとうございます。はい、じゃあこのところでこんな感じで、じゃあすいません、ありがとうございます。ありがとうございました。すみません。はい、はい、こんな感じで今日も大人がいっちゃいました。はい、明日から仕事頑張ります。はい、じゃあこんな感じです。はい、いや楽しかったね。楽しかった、もう本当に毎回勉強になってね、うん、すごくまたいいお話が聞けたと思います。はい、うん、はい、ちょっとしばらく余韻に浸りながら帰りましょう。はい。はい、じゃあもしよろしければ、はい、チャンネル登録と高評価ボタン、よろしくお願いします。いつもありがとうございます。